この間マロンカさんたちどうだったかって印象は、はい、印象ですか。あ、うまいですね。はい、すごいうまい選手だと思います。田村選手にとってはやりがいがあるって言ったらおかしいですけど、グランド展開のえ、やりがいはある選手ですね。あのただそうだから、あの足首の取り方とかあのすごい上手い選手だから、やりがいのある選手だと思います。そうですね、まあ、前回やってやっぱり今回試合やるにあたって進歩がないと意味がないと思いますから、お互いこう進化した試合をやりたいと思います。今日の試合するにあたってどういう展開というか望んでるというか、まあお互いこう持てる力を出して、動いてで最後にボールを出すっていう展開を僕はやりたいんですけど、そうやってると、まあ、僕が負ける可能性も出てきますから、まあ、今回はやっぱりちょっと多少勝ちを意識して、試合を進めていきたいと思います。柿原選手のあの小手もポイントですかね、一つ。いや、僕は小手に関してはそんなに怖くはないんですけど、やっぱり練習してますからね。練習してるからやっぱり怖いですね。
Thank you.
目節目で来てますしね、はい、で今日の試合というのはやる前とどういう意識で、ね、やる前意識はそれ前回あの NK ホールで2月やったんですけど、その時はまあお互いこう力が入ってて、なんていうかね、一発勝負っていうかそんな感じだったんで、今回の試合はある程度進化させないと意味ないんで、進化させるために、僕はある程度ちょっと影の力を受けてるというか、でなおかつ最後に僕が勝つっていう考えで、それで僕が様子見て負けたんだったらもうそれで影谷選手の力が上回ってたことで、だから今回は動きながら僕が最後に勝つっていう気持ちでやってました。